今年で14回目を迎える宮城まるごとフェスティバル2013が今週末19日土曜日20日日曜日の2日間県庁高等大公園市民広場を会場に開催されます。今年は、宮城のいいねを新発見再発見をコンセプトに復興へ向けて着実に歩みを進める宮城の姿を発信し、県産品をはじめとした宮城の魅力を体感していただける場となっております。第一会場となります県庁1階フロアでは米どころ宮城で作られた名酒をはじめ農林産物や花などが勢ぞろいします。また、匠による伝統工芸の実演や体験コーナーがございます。第二会場の県庁前駐車場では市町村の特産品や海産物など宮城を丸ごと堪能することができ、それぞれの特色を楽しむことができます。また県庁正面玄関付近の復興応援コーナーではお料理愛好家若ちゃんの復興応援プレミアムキッチンとして地産地消メニューのお振る舞いを行います。第3会場の高等大公園では宮城の専門高校展として各種作品展示のほか農水産物や開発商品の販売を行います。また宮城の銀鮭や銘柄牛銘柄豚の試食 PR コーナーも用意し、盛りだくさんの内容となっております。そして第4会場となる市民広場ですが、こちらでは宮城米をはじめとした農産物や海産物加工品の販売を行います。また、いろいろなお米の美味しさを知っていただくために聞き米を行うほか、お米の情報を発信します。今回初めて出店いただいているんですが、銀鮭ですね、銀鮭を生産されている皆さんが、出店されております。震災以降ですね、以前と比べてかなり販路が少なくなってしまったんですけれども、その販路を取り戻そうということで皆さん一致団結して頑張っておられます。そういった取り組みをお披露目する場としてこの宮城まるごとフェスティバルが、一つの役割を担っていると考えております。年に一度県内のあらゆる産業が一堂に会する大きなフェスティバルとなってますので、ぜひ会場に足を運んでいただき、今年のコンセプトでもあります宮城のいいねをぜひ発見していただいて、より宮城を好きになっていただきたいと思います。どうぞお越しください。お待ちしております。